おすすめ皆さん、こんにちは。 BAC の成田です。今日紹介するものはこちら、ポケットストーブにスタッキングできるアルコールストーブの作り方です。早速なんですが、こちらが完成形です。外観としては穴をアルミテープで塞ぎ、3ミリ径の穴が3箇所開いています。缶の中身はスチールとカーボンフェルト、大穴の部分は網で押さえている構造になっています。材料は100均のキャンドゥで買ったブリキ灰皿、100均のセリアで買ったスチールール、適当なザル、アルミテープとカーボンフェルトは Amazon で購入しました。この加工をしたことには理由があるのですが、それはまた動画の後半でお話ししますので、まずは実際に一つ作ってみようと思います。加工は非常に簡単で、灰皿の蓋を外します。柔らかいので指で少し広げてやれば簡単に外せます。次に爪がかかっていた部分をアルミテープで塞いでいきます。この時にテープを惜しみなく使ってください。穴のギリギリで済ませようとすると熱でテープが浮いてしまい、炎が漏れてしまいます。穴を塞いだら次は網の部分を作っていきます。100均のザルを内蓋より気持ち小さめに切っていきます。スチールールを入れるとしっかりと抑えられるので、ここはシビアになる必要はありません。この時同じくらいの大きさにカーボンフェルトも切っておきます。次に穴を開けていきます。穴を開ける理由は完全燃焼までの時間が短縮できるからです。内蓋に3ミリ径の穴を開けていきます。穴の位置はバランスを見ながら開けてください。いよいよ大詰めです。灰皿の中にスチールウールを詰めます。この時一度広げてワシャワシャにします。毛細血管現象を促すためです。スチールウールを詰めたら網とカーボンフェルトを入れて組み立てたら完成です。以上がポケットストーブにスタッキングできるアルコールストーブの作り方でした。ここからは動画の前半でお話ししました、この加工をした理由について実験結果を踏まえて説明しようと思います。このアルコールストーブは全自動でほったらかし炊飯できることを目的としています。具体的にはアルコール 30cc で燃焼時間が18分前後を狙っています。特に本燃焼まで5分ほど、そこから10分維持、残りを弱火になるように調節し、はじめちょろちょろ中パッパと昔ながらの炊飯方法ができるようになっています。それでは実際の実験結果を見てもらおうと思います。条件は全て同じで、詰め物を変えてアルコール 30cc に対し完全燃焼までの時間、そして鎮火までの時間を計測しています。
ほら。まだ食えた。ダメだ。これ食べダメ。
はい、では実験結果を見てもらったんですが、感染品は本燃焼まで約5分、それを10分間維持、鎮火まで18分といった感じになっているんですが、炊飯自体は約15分ほどで終わっています。でこの火力調整を全自動でやれることで、ほったらかし炊飯が、できているんですね。ただアルコールストーブは非常に不安定な加減なので、同じ条件でも結構誤差が生じますが、本燃焼とその継続時間にはそこまで誤差は生じていません。僕自身このアルコールストーブで炊飯を何度もやっていますが、すごく焦げついたり逆に炊けなかったということはありませんが、あくまでも目安程度に見ていただければと思います。最後にポケットストーブにスタッキングできると何がいいのか、なぜそこまでこだわるのか話して終わりにしようと思います。理由は簡単で、飯盒やメスティンの中に調理セットが一つにまとめられるからです。これが僕が従来使っていた調理システムの構成なんですが、五徳軒風防を別で持って行ってたんですね。これがめんどくさいんですよ。いやそんだけと思うかもしれないんですが、この細かな積み重ねが準備や撤収を億劫にさせていたので、たったこれだけのこと、されども気持ち的には劇的に変化したっていう感じなんですね。でポケスト自体が五徳軒風防になるので、テーブルに乗せた時も調理システムとしてスマートになりました。でそこまですんなら、固形燃料でいいじゃんって思うかもしれませんが、燃料の量で燃焼時間を調整できること、何より、アルコールストーブが使いたいという、これはロマンの領域なんですけども、それが一番理由になっています。僕自身ポケットストーブにスタッキングできるアルコールストーブの情報をずっと探していたんですが、なかなか満足のいくものが得られませんでした。で今回作ったものは僕自身の経験からかなり満足のいくものが作れましたので、ぜひ参考にしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると大変励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上 BAC の成田でした。